金曜日ようやく仕事終わって上村食堂に行けそう。ちょっとだいぶ予定より遅れちゃってるけど、もうみんな先着いちゃってるっぽいな。あ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。ちょっとマックさん、ここに来て富士に出戻りする可能性まだまだないね。今気に入ってるのはこっちのレンズだもん。あ、これ持ってたのずっと。23mm だ。23mm。それが一番目玉かもしれないね。もう、はい、マックスさんがちょっとまた一番ちっちゃい。ポップレンダーの愛が再燃してるかもしれない。来年のだから鈴鹿 F1 のことになった。7万するんですか。チケット。結局あれですもん。だって BSM サイドで話されたなんか多分沖田サイドへのアンサー会みたいなやつで、僕は弁明することもなく変えられていくから別に僕は別にネズミさん攻めてるわけじゃないのに、なんか攻めてる感じになってて、なんかそこ結構対決する割になんか和解する機会なくないですか。いやだから僕は一個だけ文句を言うんだとしたら、なんか沖田さんそういう場を設けてくれないから、なんか僕が一方的にはすげえ悪口言ってるみたいな構図になって終わるんですよ。なんか僕言ってないって言って、そういう意味で言ってないって言って。結局なんかミッションインポッシブル会も、沖田さん全員の空いてる日程聞いて、あ、じゃあこの日行けそうですねっていうふうに言われたんですよ。行けそうですねって言われて、日程設定されなかったんで。行けそうですね。いや、そうなんですよ。松崎さんと、基本的にネズミさんが、時間調整が難しいので、うん、まあだってネズミさんはそもそも時間帯が違うと、うん、松崎さんは単純にお仕事が忙しいのでってなって、まあ僕はいつでもいつを合わせますみたいな感じで、いて、で、あ、じゃあ24日の日に、みたいな感じだったんですよ。で、終わりです。で、終わりですよ。で、それで終了したんで、始まらない。あれって言って、で、当日になって、これちなみに今日セッティングされてますみたいなって、あ、すいませんしてませんみたいになってで終わったって。まあでも僕はとりあえず沖田サイドの写真の宿題がちゃんとやられたからよしとします。あ、すいません、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあまたいつか見てください。はい、指引っかかるんですよ。だからここが深いんで、なんかこんな感じでずっと持ってて、で、これはさすがにグリップが浅いので無理ですけど、なんかアルファの時はグリップがめちゃくちゃ深かったので、もうこれで全然余裕でしたから、ね。で、これめっちゃグリップ浅い。まあ握り心地はちゃんとあるんですけど、はい。これはもう本当に薄いので。富士、薄いですよ。これならちょっと自信が抜けますね。持ってる感は持ってる感はね。でも確かになんかグリップは浅いですけどすごい効いてるんです、うん、意外と材質も、はい、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、ちょっと怖いです。材質も大きさがね、ちょっとある。まあ確かにそうなんですよ。ここのガタイがでかい、ね、このサイズだとまだあれ、ね、あ、そっちのサイズだとちょっとレンズの重さも、はい似合いますね。これは本当にいいですよね。これもそういう意味じゃん、これ持ちやすさ最低ですよ。全然持ちにくい。確かにそれグリップをつけた。あ、そうか、言ってんのか。ああ、確かにそれはもう結構バッチリ引っかかりますね、これ。うん、あ、そうですね、意外とガッチリ引っかかる。薄い割にちゃんと引っかかりはします、ね。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ライブやってくださいね。結構ポッパラさんのライブ好きです。多分確実にゲーム内容的にここでしか盛り上がらないゲームやってるんですよ。ジェダイとか。そう、だからここの多分PC ゲームとかの趣向が、僕と岡林さんの PC ゲームの趣向が似てて、ここでしか盛り上がらないゲームをひたすらやってるって。いや、マルさん全然進めないと思う。いや、そうなんですよね。でもだからそれ地元の友達から言われてて、最近ゲームやってなくないみたいな、スパイダーマンクリアしてないよねって言われて。確かに一回だから やるか、そろそろ回収するために。いいかも。
確かに、やってない。いや、なんか、マルチでやれるゲームやりたいんですよ。ああ、なるほど。確かに。あ、じゃあ、メンバーシップやるとしたら、あのマルチでできるゲームをやる。いいよ、お疲れ様。いやじゃあ、そろそろ若林さんのためにゲームするか。スパイダーマンをマジで進めないとやばいです。スパイダーマンもいいですよ。だって絶対終わんないじゃないですか。いや、だって2あるから、ちょっと1ちゃんとやっとかないと、リマスター版の方。なんか、今だとなんか、ジェダイもやってないし、あと、ホグワーツレガシーもやってないし。ホグワーツレガシー、ホグワーツレガシーのライブ全部見てたんですよ。あ、マジっすか。あ、じゃあ、ちゃんとやろう。またマックスさんがあのアクセル君の出しにナンパしてる。アクセル君、すごい早い。動きが早い。動きが早い。いち早く。で、写真撮っていいですかって言いました。そうだね。なるほど、こういう手があった。そういう風にしてあれがアップされたんですね。ああ、僕も犬買おうかな。YouTube で動画見ちゃったんですよ。コメント欄がもうすごいことだ。大変なことになってるとは、ゼロコートじゃない。予想通り、予想通りのムーブに入り始めた。犬のための写真ですね。そうですね。犬の写真を撮ってるのがやましい気持ちはない。今犯行現場ございました。犯行現場。犯行現場。犯行なんかおかしい。やっぱりおかしい。どんな感じなの？再起動してみるかな。ああ。それも自分のせいでサポートかな。いきなりやっと届いた。確かにやっと届いたのでそれは悲しいっす。だからサポートするってめっちゃ単純。でも僕の Vlog の中で一番可愛いよ。普段おっさんしか珍しく目の方よ。三藤さんからちょっとお酒をいただきました。あ、これ動画です。そういえば今タリーランプをじーっと見てたわ。そういえば疲れてますよ。いやどうですかこのカメラ。楽しいです。気持ちいい。これもね、写真撮ってて楽しいですよね。そうですかね。何この急に振られてこの感想を述べさせられる。お買い上げですやつくれんの。ゴーストと一緒にお買い上げですか。無理だって店なくなるよ。こっちはまだ手出せますよ。えとしたらこれいくら。それは本体24万円です。24万円。いや、それさえ、これいくら。これ本体、はい、1万円ぐらい、うん、手出せる。あ、でも値段上がったんだよ、多分。あ、そうなんですか。なんか、多分買った時に 2,3 倍になってて。すごい、買い物上手。まあ、あの、コロナ入ったぐらいの時はその値段だったけど、どんどん値段上がって2倍ぐらいとか。やっぱちっちゃいのの良さでみんな気づくんですよ。iPhone の調子悪くてテンションダダ下がりだ。iPhone 部長。iPhone 部長。ブレケンさんも昔言ったけど、パソコンの調子悪いと体調悪いの。いや、本当に体調悪いからね。息した感じ。いや、ましては iPhone 部長なのに iPhone の調子が悪いなんて。めっちゃドヤしに来たのに今日。どう？今、検証してアクセル君も1倍と3年5倍とどうと思ったの。びっくりした。なに、なに、かわいい。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご一緒になりまして、ありがとうございました。嬉しかったです。お疲れ様でーす。帰ってリカバリしてみる。ありがとうございます。明日アップルストアに。本当に一緒にしちゃってる。ごちそうさまでした。またありがとうございます。すいません、ありがとうございます。また来まーす。また来んだの。待ってます。はい。また来週。また来週はやってないですからね。そう、やってないです。すみません、はい、皆さんお気をつけてください。来週はちょっと、はい、すみませんです。仕込みがあって忙しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。いやー、スタートクラブ And I'll start to club